柴犬。柴犬は日本原産の日本犬の一種。オスは体高38から41センチメートル、メスは35から38センチメートルの犬種。日本の天然記念物に指定された7つの日本犬種、原則は6犬種の一つで、指定は1936年、昭和11年12月16日。日本における飼育頭数は最も多い。 日本犬保存会によれば、現在日本で飼育されている、日本犬種、六犬種のうち、柴犬は、約80%を占める。日本国外でも人気が高く、日本語で、柴犬という名前で呼ばれている。小型犬に分類される。特にヨーロッパでは、柴犬の飼い主同士で集まるコミュニティもる。柴犬という名前は、中央高地で使われていたもので、文献上では、 昭和初期の日本犬保存会の開始、日本犬で用いられている。一般的には、芝は、小ぶりな臓器を指す。由来には、諸説があり、の三つの説が代表的。遺伝的には、古くからの血を受け継ぐ原尊古代犬種の一つで、DNA 分析からは、次のように、順次分岐してきたとされている。サズ三章。まず、犬が、 灰色狼から分岐した。その犬が、1、芝県、秋田県などのアジアスピッツ系、およびチャウチャウ、シャーペイなどの青ツ、マスティフ系になる系統と、2、バセンジー、アフガンハウンドなどのハウンド系及びシベリアンハスキー、アラスカンマラミュートなどの北極スピッツ系になる系統と、2分岐した。その後、1の系統から、シャーペイが分岐して分かれ、残りが、芝県、 チャウチャウ、秋田県軍の系統となった。芝県はこの時点の系統から最初に分岐した。なお残りのチャウチャウ、秋田県軍は、その後それぞれに分岐した。日本列島においては、縄文時代早期から犬が出現し、縄文県と呼ばれている。縄文県は、各地の貝塚から出土しており、これまでに200点以上の犬骨が出土している。縄文県は、 両剣として用いられ、低調に埋葬された、出土事例が多い。人の埋葬に伴う出土事例もあり、特に女性の埋葬にかかる呪術的な位置づけであったと、する説もある。縄文剣は、縄文早期には、体高45センチメートル程度の中型剣で、後に当初化を起こして小型化し、縄文中期、後期には、体高40センチメートル程度になる。弥生時代には、 大陸から別系統の弥生犬がもたらされ、縄文犬と形質が異なる。多くは芝系であるとされ経路は不明であるが、大部分は期待段、ストップがごく浅く大きな種がを持つ。柴犬の熱心な愛好家には、ほっそりした筋肉質の体格や警戒で俊敏な動き、野生的な鋭い警戒性、人間との強い信頼関係とともに、 このような縄文犬の特質を芝犬に求める人もいる。昔から本州各地で飼われ、古くから山鳥生地などの鳥やウサギなどの小動物の狩猟、及びそれに伴う諸作業に用いられてきた犬である。新州の川上県、星名県、都学市県、美濃の美濃芝県、山陰の赤州県や稲葉県など、分布地域によっていくつかのグループに細分されていた。 第二次世界大戦後の食糧難の時代や、その後1952年、昭和27年にイヌジステンパーが流行したことによって頭数が激減した。現在大多数を占めている、いわゆる新州芝県は、昭和初期の保存運動の中で、島根産の石郷と四国産のコル号を交配して作られた赤号の子孫が長野県へ移入、繁殖されたものを源流としており、 その呼び名から、しばしば誤解を受けるが、新州地方原産種ではない。このため、天然記念物に指定された七県種の中で、芝県のみが地方名を冠していない。温暖出潤機構に強い。一般に主人に対しては、非常に忠実、よそ者に対しては慣れ慣れしくせず、賢く勇敢で警戒心も強いため、万県にも適する。本来は、 産地や山あいで小動物の狩猟を手伝ってきた犬だが、現在は主に家庭犬として愛されている。しかし、今も狩りやモンキードックなどをして活躍している芝犬もいる。芝犬の一般的な特徴は、短毛、立ち耳、巻き尾などにある。毛色は赤、茶、ゴマ、黒、稀に白などがあり、尾形も左巻き、右巻き、差し尾など、個体によって違う。 紐はまっすぐで硬いトップコートと柔らかく縮れたアンダーコートによる二重紐であり、年2回毛が生え変わる。一般にメスよりオスの方が体高、体長ともにやや大きい。特に赤毛は柴犬の飼育数の中で8割ほどを占める人気の色である。一方、ゴマ模は色の組み合わせが繊細で生まれる確率が低いため飼育数が一番少ない。性格は 古代犬種によく見られるように大胆で独立心が強く頑固な面を持ち合わせており、要犬に慣れた人には訓練が難しい場合もある。番犬向きの警戒心が強い個体からペット向きで見知らぬ人にも友好的な個体までと幅広い。ただし、日本犬の一般的な性格として主人と認めた人間に比較的忠実であり、 かつ警戒心と攻撃性が強めという傾向がある。また、メスよりもオスの方が、比較的同盟であるという傾向にある。獲物を直接追う猟犬として使われてきた長い、歴史から、役割分担に従って、多くの品種を派生させた、欧州のガンドックなどと比べ、視界を動くものを追って攻撃し、また捉えようとする捕食本能が、極めて強い。 最高は37センチメートルから40センチメートルほど。いわゆる豆柴犬とは、愛イ用として、通常の柴犬よりも小型の系統のものを選んで、交配し、繁殖させたものを言うが、あくまでも小柄な柴犬であり、独立した犬種ではない。1955年、昭和30年頃より、京都、宇治下類層の高層が交配、繁殖に努めた。そもそも、 豆柴という公認権は存在しないことを前提として理解する必要がある。口述。柴犬は年間6万頭から7万頭ほど生まれるが、このうち豆柴犬として取引されるのは500頭前後である。昨今、豆柴という単語の誤解、浸透とともに取引におけるトラブルが増えている。例として、柴犬を養犬時の食事制限により成長を抑制し小さく、 育てたもの、小柄に生まれた芝犬を豆芝と称して売る業者や、普通の芝犬の子犬を豆芝として売ることなどがある。その結果として、飼っているうちに豆芝とは言えないほど大きくなってしまうケースも多い。豆芝はこのことをあらかじめ理解した上で、一般的な芝犬の政権に見合う環境で飼う必要がある。中には、近親交配を重ねれば小型になると間違った知識の、 元、繁殖を続ける繁殖家もいる。このような犬は繁殖能力の低下や短命等の障害が出ることがある。加えて、口述のように通用力を有する血統者の交付を豆芝としているのが事実上不可能であるために、実体のない架空の畜研団体名義の血統書を偽造の上、インターネット上で 生体販売した業者に対して業務停止命令が発せられる事件が起きるに至っている。以上の事情から日本犬保存会、天然記念物芝犬保存会、ジャパンケネルクラブなど日本の主要な登録機関では豆芝犬は公認されていない。一部例外として日本社会福祉愛犬協会という NPO 法人では30年以上 タルイソー決を繁殖している大阪の接収法残層を調査し、固定化が認められた年、2008年、平成20年より、豆柴犬を独自に公認した。政権時の対抗が、規定内で、かつ、豆柴犬種標準、スタンダードに適合している柴犬に対し、豆柴認定審査合格血統書を独自に発行している。 さらに三大素14頭すべてが豆柴認定審査に合格している場合、豆柴としての決闘書が発行されるとしている。このような動きに対して、柴県の最大の登録機関である日本県保存会は、豆柴が日本県基準登録規定になく、柴県の決闘を混乱させるとして、2008年平成20年3月より日本社会福祉愛犬協会を 予備登録可能な団体のリストより削除している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。